ラビは、韓国の歌手。グラベル 1N の下で活躍する韓国のラッパー、シンガー、ソングライター、レコードプロデューサー。韓国アイドルグループ、男性グループ VIX とそのサブユニット VIXLR のメンバー。2017年1月9日にソロアーティストとしてデビューし、デビューミニアルバム、R.E.L.10 をリリース。ラビは、ネットの サバイバルリアリティショーミドルの出場者である10人の研修生の一人。また、新しい少年グループビクスの最終ラインナップの一部として選ばれた6人の出場者の一人でもあった。グループは2012年5月24スーパーヒーローで M カウントダウンでデビュー。ミドルの期間中、ラビはブライアン・ジョーのレッド・ディース・ダイト・ソイングクのシェイク・イット・アップの ミュージックビデオで紹介され、ラビは、ビクスのデビューシングル、スーパーヒーローの執筆にも参加。2013年、彼は、SBS のテレビドラマザ・エアーズのエピソード4に、グループメンバーと一緒に出演。2014年、ラビは、フューチャーの最初のミニアルバムの、ロック・ザ・ワールドで、アメリカのアーティスト、チャド・フューチャーとコラボレーション。ラビは、シングルのミュージックビデオにも出演。 2015年、多くの審議の後、ラビは、ネットの、テレビラップコンペティションシリーズショー ME The m o n 4に、出場者したが、2回戦で敗退。ラビは、レインの中国の歌、ダイヤモンドラブで、中国のドラマダイヤモンドラバーのサウンドトラックの、ラッパーとして紹介された。2015年8月7日、ジェリーフィッシュエンターテイメントは、ビクスの最後のスペシャルアルバムボーイズレコードの、 シルエットを含む不思議なカウントダウンの後、ビクスの公式ウェブサイトでビデオトレーラーをリリース。時間が経つにつれ、ビクスのメンバーは姿を消し、ついにレオとラビだけが取り残される。そのため、ファンは6人のメンバー全員が再びカムバックすることになると推測。2015年8月に同グループメンバーのレオとビクス LR としてデビュー。 ビデオトレーラーが公開された。VIXLR は、ジェリーフィッシュエンターテイメントによって、メインラッパーのラビとメインボーカルのレオで構成される、VIX の最初の公式サブユニットであることが確認。彼らのデビューミニアルバム、Beautiful Liar は2015年8月17日にリリース。同日、VIXLR は、ソウルの朝浦区にあるイエス2 4マブホールで、 ビューティフルライアーの最初のショーケースを開催。2015年12月、ラビはバラードガールグループメロディーデーのシングル、When It Rains をウィンターバラードプロジェクトの一環として提供。2015年12月31日に最初のミックステープ、r e v e r s のために自分のツイッターとインスタグラムアカウントにティーザーをドロップした。2016年1月4日、ラビは ミックステープ、r ールイバースの最初のプレリリースを公開。トラック、ウェアシュット、アイゴーは、マイケラドットをフィーチャーしています。ショーエムイーザマネー4の勝者であるベーシックをフィーチャーした2番目のプレリリース、オックスは、2016年1月20日に、リリースされた。3番目のプレリリース、グッドガールズ二千2016年2月4日に、ハンハエとソルマンのフィーチャーがリリースされた。 4番目の最終プレリリース、ムーブは2016年2月22日にリリースされた。ミックステープのプレリリースはすべて、ビクスの公式 YouTube チャンネルとラビの公式サウンドクラウドでリリースされている。2016年3月4日にトラックリストがラビのインスタグラムで公開。r e v e r s の完全版は2016年3月12日にリリースされ、 サウンドクラウド及び YouTube でも、ストリーミングメディアとして、無料で利用できる。r e v e r s のリリースを記念して、ラビは2016年3月19日と3月20日に、ソウルのヒュンダイカードアンダーステージで、ラビ、S ファーストライブパーティー、r e v e r s というタイトルのショーケースを開催。ラッパーのベーシック、SB、DJ、プロデューサーのサム &SP3CEK が、 出演者として参加し、ビクスメンバーのレオ、N、ケン、ホーンビン、ヒュークもゲストとして参加。2016年7月14日、ラビは、ジェリーフィッシュエンターテイメントの新しい音楽、チャンネルプロジェクトジェリーボックスに参加し、DJ、プロデューサーのデュオであるサム &SP3CEK をフィーチャーしたシングル、ダムラをリリース。ダムラは、パフォーマンスミュージックビデオと共に、 リリースされた。9月26日に、ラビは、フーアレユーというタイトルのスパービーをフィーチャーしたミックステープトラックをリリース。2016年10月現在、クレイトスのリリースに伴い、ラビは、ビクスが録音した46曲以上の曲の作成と作曲に貢献。2016年12月26日、ラビは2017年1月9日にあるイール1。 ゼというミニアルバムでソロアーティストとしてデビューし、1月6日から1月8日までソウルの朝浦のイエス24マブホールでソロコンサートを開催することが発表された。2017年1月4日にラビはシングルホームアローンジョン・ヨンファ彼の最初のミニアルバムアール・イール・イチゼをフィーチャー。2017年1月9日にラビは 彼のデビューミニアルバム r イール1ゼをリリース。これには、以前のミックステープの3トラックと 3E をフィーチャーしたタイトルトラック、ボムを含む4トラックが含まれ彼はプロデューサーであり、すべての曲の作曲、編曲、歌詞の作成を個人的に担当していた。2019年2月7日、ラビとチャンアは2月18コラボレーションをリリースすることを確認。約束の日に、 新しいシングルライブが様々な音楽ストリーミングウェブサイトでリリースその後2月22日にラビのセカンドミニアルバム R オックブックが3月5日にリリースされることが発表された3月ラビはランウェイとタキシードを演奏するいくつかの音楽プログラムに出演ラビは3月22日から24日までソウルの ES24 ライブホールで3回目のソロコンサート リアルライブ・アール・オック・ブックを開催。2019年6月27日、ラビは自身のヒップホップラベルメグラベル 1N のツイッターとインスタグラムアカウントを介してグルーブとゴブリンの組み合わせを明らかにした。これは東洋のクールフォークをする。ラベルには彼が過去に活動したコールドベイ、チリンホーミー、ザイド道が含まれる。2019年6月27日、ラビは 自身のヒップホップレーベル名グラベル 1N を設立。東洋のクールな人々を意味するグループとゴブリンの組み合わせ。レーベルには、ラビ以外に、コールドベー、シド、チリンホーミーが所属している。ノート、ありがとうございます。